近くのある祭りが1日で終わって2日目が中止になったぐらいすごい雨だったからさ、今年は無事できそうでなんか嬉しいです。あのね、今日こういう日があるってこと私すごく嬉しくてさ、地元のバンドなんですよ。まずさ、市のお祭りでさフェスやろうって言い出した人がヤバくない？ヤバいな頭って思うんですよ。まあ、尾藤さんなんですけど、すいません尾藤さん。でそれをいいじゃんやろうっていう市の人もすごいなって思うし、いざやるぞと言ったら力を貸してくれるスタッフとかね、地元のバンドマンが、後輩の豊橋のバンドマンがここでやってたりするんですよ。さっきバックリフトのライブの時飛んだ人いたでしょ、君だよ、君をここで拾ってくれたのは私たちの後輩の豊橋のバンドマンです。今日ね、そうやってみんなで作るんです、みんなで大事にする日なんです。私も精一杯やりますので思いっきり楽しんでいこうね。よろしく。まだまだいけるでしょ。We'll be right back.
橋まつりすごく楽しいです。ありがとうございます。楽しんだよみんな。回っていたね、アイロビッツ。この後アイロビなんだよね。大好きな豊橋、地元でクラブノットっていうライブハウスで分かるでしょ。私たちホームなんですけど、豊橋クラブノットっていうライブハウスが今年10周年を迎えます。おめでとうございます。伊藤さん、そこみんなあれ見て、伊藤さん、あれが伊藤さんと伊藤さんで、左側がねメガネが伊藤さん。伊藤さんが店長を務めるクラブノット、10周年ということをお祝いして、12月11日にトタリが地元に帰ってきてフリーライブを予定しております。予定っていうか、やるのは、やるよね。やりますね。いつものライブだけではなく、なんかお話ししたりとか、いろんなことちょっと考えてます。面白いこと絶対やるので、12月11日フリーだからさ、応募制にやるんですよ。ホームページからもうすぐ応募が始まって抽選になっちゃうけど、今日ポタリを見たんだという熱意を込めたメッセージとともに、12月11日フリーライブ10周年最高の日にしたいので、遊びに来てください。よろしくお願いします。じゃあ次の曲で最後1曲、今日はね、初めての人もいると思うけれども、本当に出会えてよかったと思います。こんな素敵な日に出会えてよかったと思うよ。だからさ、またさ、大事な場所でさ、何度も会って、私音楽ってさ、なんていうのかな、みんなのそばにずっといられるものだと思うの。私はちょっとあなたのそばに毎日寄り添ってあげることはできないけど、私たち4人が音楽という形に変えてね、変わってね、みんなのそばにずっといたいと思って届けています。今日出会えたからには絶対に話しませんので、これからもよろしくお願いします。どうもありがとうございました。じゃあラスト一曲、今日できる全力でしよう。ミュージックの心の中
이런 거 해볼 수 있어. 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 해볼 수 있